すごい雰囲気あります。こんにちは。トヨタの博物館にあるのと同じ。これまだ現役動きます。動くんですか、はい、もう今この機械を残しているところはほとんど日本ではなくて、これですよね。これが豊田自動織機。これは昭和初期、で手旗が、はい、ね、力道になった最初の形、豊田佐吉が考案したという。今のトヨタは、まあ、自動車産業ですけど、はい、その前身はこういう繊維産業。トヨタの博物館にあるのと同じ。これまだ現役動きます。動くんですか、はい、もう今この機械を残しているところはほとんど日本ではなくて、これ横糸にこのシャトルって、まあ船型のところにこの横糸を管に巻いたものをここに入れて、で動かすんですね、はい、この木向こうに回って、それが押し合いっこすることによって横糸が往復するんです。縦糸に対して横糸が往復するという、一番単純な平織りっていうね、何気にみんな服着てるけど、はい、織物ってすごいんですよ。あまりそういうことを今は意識せずに、そうですよ、ね、お洋服も見てるけど、うんうん、これがこうくるんですよね。こうくるんですね。そうそう、でここを動かすときに人がこう持って動かしたり、まあ、あとは動かしてしまえば自動で動くんですけど、ちょっとまあへこんでるじゃないですか。これってもうずっとそこのにこうね、され仕事されてた人の名残。すごいな、はい、なかなか珍しい。珍しいと思います。もう今となっては、昔は当たり前にこれが中心だったんですよ。ガチャマン産業っていう、ガチャンと折ったら、はい、まあ、やらしい話だけど、まあ儲かる。ガチャンってしたら、まあ儲かるよっていう。木の管、木管って言うんですけど、はい、この管のこの溝、これがないと糸が巻けないんです。こういう風に巻いていこう、滑っちゃうから。そうで、この溝がなんと木地師の旋盤技術。この近く奥永源氏は木地師の発祥の村があるんですね、はいはい、そういう風に道具を作る人が近くにいたというのも繊維産業の発展には一役買ってたんやないか。やっぱり一つの技術っていうか、そういったものづくりのところにはいろんなものづくりが集まってくるんですよね。地場産業って今成り立ってます、うんうん、やっぱ。いやいや、もうこれは成り立ってるかというと、成り立つための努力を、特にうちらは婚礼用のお嫁入り道具としての布団を作ってたんですね。今時ないですもんね。ないない、時代の流れなので。じゃあその中で私たちの地場産業といわれる地域ブランドをどうして残していくか。どうなんですかね、この地場産業を残していく、やっぱりもちろんいいものを伝えていくっていうのは大事じゃないですか。でもそれがやっぱり売れていかないと、やっぱり体力を持たないですよね。だから売れるためには買ってもらわないといけないので、買う側の、まあ、生活者の考え方、意識をね、ちょっとこう変えていけたらな。知らないといいものかどうかって分からないですよね。今こう繊維、まあ、アパレルやってる方々に地道にいいものを作っていこうって北川さんはアドバイスするか、でもやっぱり生活あるよね、しっかり売れなくちゃいけないよね、どうアドバイス。だから両方量産をする。でもそれは量産でいいところもあるわけやから、使い分けですよね。難しいんですけど、陽子さんにとっていいもんって何ですか、はい、いいものって。いいものは自分が長く使いたいと思えるものやと思います。値段じゃなくて、最新の機械で作るものと、はい、例えばこの機械で作るもの、まあ、比べるものではないんですよ。でも何が一番違います？そうやね、それは選ぶ人の気持ちでしょうね。あ、そっか。だから最新のもうテクノロジーで作られたものが好きな人もあるし、いやいや職人さんが一個ずつ折ったものが好きな人もいるから、だからもうそれはもう多様。なるほどね。でもその人にとってはそこで拾ってきたものでも大切なものかもしれないし、だから何かのきっかけっていうか糸口をここで持ってもらえたら、いいや織物って今日も織物面白いなと思うでしょ。そういうことで、今まで着るものって多分、そうでもね、多分明日からこれどうやって折ったのかな。
る人はいないから、パブリカ村、今はもう使って神になってくる。今のね、土日になったら必ず母は、遊びに行く。先ほどの時にアンパン的やがった。もちもち。うまい。